この試合、一応まとめると、まあ、モドリーがファーストレグと違って、ちゃんと前からプレスかけて、モドリッチ前に出して、まあ、4、4気味になる、4、4人に可変する、4、1、2、3みたいなのかけて、で、序盤それで多分、落ち着かなかったでしょ、ゲーム。で、その後、シティが、ベルナード・シューバー下げて、デブライネ可変して、みたいなマフレーズも中入って、ウォーカー上がってとか、まあ、右の形、流動的にしながら、 左手ずれ、モドリッチの後ろベルナード・シューバーが使ったりとかいうやつで、ポゼッション安定させながらキックをしてて、みたいな。でただ、デブライネのプレス体制というか、今日の試合だと、デブライネのところは最後の質のところ止まらないな、みたいなのが、とかあったからか、まあ、デブライネ変えて、ベルナード・シューバーをトップ下兼インサイドハーフみたいな役割にして、ベルナード・シューバーがやってたボランチ兼インサイドハーフの高めみたいな位置をギンドアに変えて、 高い位置でベルナードシューブが起点になったところで、外に張ってるマフレーズをフリーンさせて、中にドリブルで突コンデッテってフリーンさせて、それ決めて、で、まあ、トータルで2点リードしたから、あ、これいけるなみたいな。で、このまま試合してみるだけだな。で、マドリーは追いつかなきゃいけないのに、モドリッチ下げて、で、クロースも下げて、で、カゼミノも下げてたから、中盤で守備の舵取りも、攻撃の時のセンターバックから引き出す役割もいなくなって、めちゃくちゃバランス崩れて。 うわぁ、もう最悪な再修正したなと思って。でもシティは閉めるだけフェルナンジーニョ準備してるファーストリーグサイドバックもやらせたし、変えるかなと思ったらカンセルをね。で、カンセルは前半からクロスに対して対応できてなかったと。とで、そこはもうずっとボールが来てないだけで穴にな,なってたっていうのは言ってて、そう変えるかと思ったら普通にボランチに入れてカンセルを残したと。 で、時間経つにつれて、シティも引いて守るようになったから、守備ブロック下がって、で、カウンセルのところにクロス入って、で、やられて、で、勢いづいて、そのまんま、まあ、2点目は普通にロドリゴうまかったけどね。でも、その、逆転のきっかけ作るっていうのが、やっぱり、ドンナルンマンの件と一緒で大事だから。で、追いつかれて、最後はファル取ってもらえるベンゼマと、<laughs> どっちもご心得じゃないですよ。どっちもファル取ってもらえるベンゼマと、 まあ、誤審ではル取ってもらえないスタイリングの違いとか、あとはもう、配置はおかしいけど、勢いあって守備のね、運動量も保ってるマドリーと、そうそう、勢いなくなった状態で、配置は整理されてるけども、ボール前に運べないし、運んだところで、はませないシティって感じでしたよね。だから、いい修正してるわけじゃないけど、勝ったから、まあ、さっき言った、言ってくれた声で、勝ちに不思議の勝ちありで、負けに不思議の負けなしは、まあ、締めることができなかったっていうか、締める采配を怠ったって感じです。 っていう感じで切り抜きように喋りました。<laughs> シティ守備のインテンシティが普段以上に低く見えたんですが、どう思いますかポゼッションもサイドに探りながら戦う普段通りじゃなく見えたんですけど、どう思いますか守備のインテンシティ強度のところ、でも同窓合しくはまりきれないのは、あのマドリーの後方でのパス回しがすごいうまくいってましたね。それが大きかったと思いますね。うん。そうだね。うん、あとはスペースを与えちゃうと、ベンゼマとかベニシウスとかにスピードあの乗せちゃうから、そういうので4-4 2で前半目みたいな形。 っていうのもやりにくかったんだと思うね。で、結構、あの、クロスとかナチョとか、そこにモドリッチ降りてって安定させられたから、っていうのが一つあるかな。守備の強度を高くして前から全部行くって形にはしてはあったけど、でも、あの、ところどころちゃんと同サイドではめれるときにはめれてたから、まあ、守備のプランはそんなにいつもと一緒だったと思いますね。で、ポゼッションに関しては、最初、あれですよね、その、さっき言った、モドリッチが前に出てくる形とか、 44人の会員で前回よりもボランチの前のエリアを簡単に使わせてもらえなかったっていうのがそういうふうにサイトに揺さぶりながらうまくできなかった理由だと思います。で時間経つのせいで最後の方とかやっぱり前に蹴るっていうシーンが多くなりましたね。